じゃあ、5位分からせバトル2本目、マーさん対マイスターを行っていきます。まあ、今回実況はマチ君に任せようと思うので僕はちょっとホールを回りますんで、じゃあよろしくお願いします。ああ、はい、じゃあ、2度実況を変わりまして、マチです。5先2戦目ですね。あ、まあセットカウントを覚えておいてくださいと。なるほどね、わかりました。じゃあ、ワンピが、マーさんの、スターノーバーサス、マイスターのラムダですね。見ていきましょう。さあ、開幕は捕まえてかなり強気にいったんですが、ちゃんと対応している。さあ、キャンオーディ EA からコンボして、さあ、速攻で、そうですね、マーさんは本当に1スキルをレベル3にするのに、さあ、決定しているというか、確かにあれコンボ結構伸びるんで理にかなってるなーって戦いながら思ったんですが、強かったですね。さあ、これは勝利がやはり見づらい感じですね。ダッシュ5尾がなかった。さあ、バグステゲ外。さあ、こんだけ下段を振られると、さすがにきついと。さあ、ダメージ5正体。さあ、落ち攻め。さあ、角がないぞ。さあ、よく見ている。さすがにかくんなかった。さあ、1スピレベル3。さあ、そこにも使えるようになりますと。さあ、ここでコスト取って、全然ある。取って。ああ、X がしてんじゃねえよと。ダメで、先ほど取られて、さらにやられる。さあ、拾い直せそうな感じだったが、ここはガーキャンで切り返す。さあ、引っかかりから、これは、そうですね。1段目がちゃんとガードだったんで、必殺技キャンセルが効くと、E が確定しなかった。さあ、1段取っていたのはマーさんのスタノー。さあ、ボディーガウンター、ここは確認して。キャバリエに投げて画面端。さあ、いいダメージですね。これは、大きい攻め重視。さあ、ちょっと我慢しますね。さあ、ガード硬い。しっかり切り返して。ああ、ここはガードがやはり硬いよ。そうですね。こいつは強そうだなと思って、多分 2D から入ったんですけど、2D ガウンとガードしてた。さあ、これごちゃってよく見えないですね。6尾がヒットして、アクティブ方向で、火力は結構出る。小刻め。さあ、そうですね、ラッキャン込みの崩しで崩れてしまう。これが、そうですね、安定ルートで走れると、これで1-1ファイナルラウンド。さあ、走る走る、これが正解ですね。さあ、こうなるとやはりきつい。オプラゼ 2D がそうですね、ファジーズムになっていると。さあ、X2 がやはり怒られる。そうですね、スタノーが多分でかいから画面端でも XC が引くもいいだろうって打ってるんですが、ここは家で切り返して、さあ、やはり画面よく見ている。投げに逃げますね。さあ、差し込み、これよく見てますね。こっちで攪拌を取りましたね。さあ、こちらも負けじとガードが硬い。おっと、読み合いが回ったか。さあ、銃弾を取らない。攪拌ミスって、さあ、なんだこれ、なるほど。さあ、お互いにちょっとスペースが空いた距離でなんかよくわからない攻防してたが、競り勝っていたのはマイスターの方だった。画面端。さあ、これは美味しくない当たり方。さあ、これは勝ちない。さあ、ここはガードしなきゃいけない。さあ、ガード硬いですね。さあ、しっかりガードして。さあ、オーディ中はさすがに強いんですが、ここでずれてしまう。これは画面端まで運べるやつ。距離はしない。おおさあ、なんか打てよと。お好きで、そうですか、攪拌ですね。カウンターヒットしました。さあ、これで2-1でマーさんの方が、一歩リードと。そうですね、スタノーがやっぱ立ちが高いんで 6D とか結構引っかかって走れなかったりするんですが、まあ一応停止性技、まあ停止性はなるのがちょっと遅い感じはしますが、5式をね、5式とあと1式をうまく使って相手にプレッシャーを与えていくと。さあ、2試合目。さあ、やはりちょっと XC がちょっと警戒していると。そうですね、警戒してもやはり当たると。さあ、怖い技を振っていたぞ。そうですね、これですね、普通のキャラだったら当たらないところで 6D が切ってカウンターヒットだから
走りたかったのか技を受けたのか。さあこれはさすがに無理と。中段がヒットして頭を画面端。そうですね、これはちょっともったいないですね。シクロキゼメを普通にガードキャッチできるので、ラムダ側が、まあ隠し放題。そうですね、フルヒットでシックルガードしちゃうと結構長いこと拘束されるんで、しかもガーキャンしてもガードされちゃうし、さあ三水が移動するので頭はミスった。さあこれは 6A に 6B を差し込んで、これも画面は高層対とお互いに運び性能がやはり高い。さあバックスは許さないと、これ仕込んでますね。さあ3人差し込んで画面端。さあオキゼメはミスった感はあるが、これはそうですね、確認に一気に攻める投げと。こうやって混ぜられるとちょっと出来方がないスタノはきついということで、これは6位がヒットしてここをミスらなければすぐ足りちゃうと。なるほど、決定事項は変わらない。まあ1試合目とは打って変わって、最初はね、まあとりあえず XC が打ってみて、こいつどんな感じかなーって見て、対応されてるんだったら やめると、そういう感じでしたね。はい、まあセット数が1-1と、まだまだ序盤戦なんで。さあ3試合目見ていきましょう。さあ、カナコにヒット。さあ、ニオキ超え。さあ、好きなものを取りたいがためにジャンプキャンセル、ジャンプ。なるほど。さあ、ボタンを押してるんですが、どちらも当たらないと。さあ、フリフレを背負って無敵技。これがヤクザムーブ。さあ、4D に。そうですね、走りたかったところに3水が置いてあると。なるほど、スタノも脱出の所得が遅いので、ここはガーキャンで切り返す。さあこれは XC が読みですね。さあ足が短くて当たらないと。さあ XC が読んだスタインですが、角は取れない。ちょっと当たり方が微妙だったのでミスったと。さあ、スタノはここでサビ重ねが多分できるんですけど、若干ミスってしまった。そうですね、8に当たってしまうと、6D が。さあ、ここはバース4で、当たってない、ボタンを押す、ゲージ当たらない、これはそうですね、暴れても CA も、スパーダに負けてしまうと。さあ、1本打っていたのはマイスターのラムダ。さあ普通に攻めてしまうと、やはりスタノ側、代わりに行くのが大変と。さあ、重ねすって、さあ、上逃げは、ああ、2置きしてんじゃねえよと、なるほど、まあ、シー重ねと。さすがに無敵技がないので、相手の攻撃を、さっき中段ガードしてた、しかも爆声読みで、多分6秒してましたね、爆が太い。ちょっと遠いか、ラス 2A で、なんだこれ、補正切りなのか、ミスなのか、これは借りてしまうと、なるほど、結構近かったから、当たるかなと思ったんですけど、当たりませんでしたね、バーストが使ってしまって、そうですね、そのまま、サマーで追撃して、勝利と。結構あんまやってないキャラクターとだとバーストタイミングが分かんなくて難しいですよね。さあこれで4試合目、ここら辺から加工を迎えるんですか。お互い強すぎてすごい技をしてましたね。さあやはりここが若干怪しい、熱化するのやりすぎか。さあちゃんとサマーを見てから一応打ってるんですが、やはり難しい。さあスパーダがやはり強い。これはそうですね、画面端入れ替えと。これ結構見た目もかっこよくていいですね。そうですね、ファジーをしてしまうとこれが当たってしまうんですけど、それじゃない、ちょっと青いのがもったいなかった。おっと44でちゃんとカードしている。
我慢して、裏側に、裏側で逃げる。さすがに、そうですね、上から行きすぎると、やはり空投げを置かれると、これがちょっと、某ラムダ使いの空投げと。あ、強いですね。さあ、強気に行きたかったんですが、そうですね、このキャラとやってるときは、イライラしちゃいけないと。さあ、お強気なりで。さあ、フロックスも通る。と、アサリが逃げ始めるわ。崩しがいっぱい通る。さあ、投げが通ってしまう。いつもと同じコンボ、画面の端。おお、一致して近づいて、ニスプ。相手が5パンを持ちたいところで、これカウンターいいときだけど、一致してカウンターいいときかな。ちょっとよくわからない時攻めをしましたが、あー、これはカウンターヒットで、そうですね、サマリエの攻撃から生 OD、最後は、OD 絡みキーと。なかなかやはり、どこで上で行くか、どこで地上で行くかみたいな、そこら辺が難しいですね。僕も浅瀬でパチャパチャラムダ使ってるんですけど、このキャラ どっちかしか来るのを止められないんで、地上見てると上から来られるし、上から見てると地上から来られるしみたいな。でスパイク打っても何も変わんないじゃん。意外と自分で使ってると難しいです。さあ、ここは 6B を当てていきますね。そうですね、やはりちょっと当てて上から行くと普通に 6A を当てられてしまうと、一個触るとこの 6A 対空するとジャンシーが相殺するという謎の現象がある。さあ、まあ、頭を画面の端で押し攻め、さすがに無理と。これは一個飛んで当ててしまうと。さあ、またも1ラウンド先に選手して、さあ、次を押しても、あ、これは空中ヒットを確認してエリアルに行きます。まあ、無理には攻めない。そうですね、後ろから行きたいところに、まあ、言うて僕もあそこで愛媛打って結構ボディカウンターしてるんで、あんまり人のこと言えないんですが、これは絶対足らないやつですね。投げはスライドで出せないんで、フレームを消費するみたいな。だから7フレ追撃できないみたいな。さあ、しっかりバリ側を張るようにするか。さあ、やはり固められると外側が低いですね。さあ、たまらず CA。 さあ、これはガーキミスなのか強気なのか判断が困るところですが、まあ、当たっていると、まあ、漏れと自己申告制なんでね。あれ、漏れじゃなくて強気に行きましたって言ったら逆にすごいですよね。さあ、ちょっと流れが悪いか。ここで、マイスター側が D1 ですね。ちょっとユウムラさんが帰ってこないと、俺これ締め方がわからないんだけど。スーサーノー。うん。さあ、見ていきましょう。次が6試合目ですね。さあ、ここで決まってしまうのが、ちょっと根性を見せてもらいたいところなんですが。さあ、こちらだ。そうですね。やっぱり上から行くと何かで止められてしまうと。そうですね、ガーキャンオーディは結構いいと思うんですが、それも XC 型の読み合いになってしまうので、ガーキャンオーディをするタイミングがなかなかね。さあ、うまく捕まえているの。さあ、コンボを伸ばして自分の好きなものを解放していくと。そうですね、こういうのが結構強いんですが、これもダッシュコミミスなのか出してるのかよくわからないんです。あー、これはラッキャンプ追撃、俺もできるよと。画面端 6D が出た。なるほど、そうですね、これはボタンを押して正解で、まあ、ラッキャン回りましたが、まあ、移動してボタンを取れてたか。そうですね、やはりお互いラッキャンからの
コンボがあったのでお互い警戒してるんですが、これは体力高い方でもオーディコンは火力が高い。さあ先にリーチをかけていきます。マイスターのラムダ。お、これはパクっていましたね。立ちリーチとさすがに痛いのでは。4、2、1。なるほど、錦締めはなかなかいいですね。いや、これがやはり強いと。そして知識をレベル3にしていく、これが勝ちパターンなんですが、ガンシー締めをちょっと見つけたが、ガードやはり硬いですね。まあなんだかんだでやっぱ技っこといっぱいあったんで、崩しは通ってない感じがしますかね。あー、10段からまた10段展開が早いと、どっちに勝利権出せばいいのかよくわからない。あー、これはカサンなんですが、佐藤の体力は高いのでまあ大丈夫。ここは小木攻め、ひっくるままヒット、これはしません。キツイか。あー、アストラルヒートで最後は締めていきましたね。なるほど、はい、結果は、マスターの方がいい。マイスターがここで、マイスターの勝利ということで、草のユニットに出力増大を確認、脅威判定計測不能、機関保護を最優先、緊急離脱。